そうだね。もちろん風がなくちゃね。うん、風が気持ちいいね。高いね。あ、でもちょっとこっち今撮ってるから。あとで後ろ、あとで後ろ直そろ。よかった。よかったね。楽しかったね。すごい早いよ。近い。橋渡ったらすぐだから。近いよ。さっき昼間渡った橋が隣の橋なの。これ今日は多分初めて渡る橋。左の橋が通った。昼間通ったのは左の橋。じゃあこれの橋は別々の橋だよ。橋がね、3本かかってるんだって。後でママに地図見せてもらってごらん。すごいでしょ。これ3本の足だから。1本だと混んじゃうからじゃない？1個の足だけじゃ動かないのかな。そうだね。だけど大丈夫なのか。だから心配？どうして？3本あるから1個落ちても大丈夫だよ。使えるもん。文字が見えるよ。ほら見て見て。ほらほら、ビルに文字が書いてある。漢字かよ。漢字かよって。漢字なんか僕は。名門なんとかって書いてあるね。名門世界かな。カタカナ読めないもんだよ。あ、漢字も読めないよね。カタカナ読めなかったら。そうだね。漢字は読めないんだよね、まだね。小学年に何て会話できる。そうだね。確かに。まだ勉強してないもんね。あと、そうね。はやたの。確かに。はやたんね。あ、もう知ってる。あ、知ってるよ。はやたん。ライダーベルトいっぱい持ってる人でしょ。ミリョウは ミリョウは知らないの？1個だけ赤を教えてもらった子。何を教えてもらったの？それは6と6で12。なるほど、6と6で12。いいね。じゃあ6と5だといくつなの？ダメだよ、いけない。なんで？いきなり6と5は分かんないの？覚えとけよって言われたもん。6と5は裏側じゃない？これ裏側じゃない？
ね、ベネティアン、うん、早かったね、やっぱすぐ、すぐだなと思ったけど、本当に早いね。うん、そうそう、書店ってホテル、酒の店ってホテル、ホテルで、山頂でレストランだから。うんとね、OK? OK?